はい、ということで戻ってまいりましたよと。でどこまで戻ったかと言いますと、一度マジカントまで戻ってサイパワーストーンを一つ預かりから持ってきて、テッシーの分とエミリの分をと思いましてね、これで気兼ねなく PP を使える、全力でいけるという算段です。でパンをレインディアで使ってきましたと。でこの中で使うパンももちろん持ってますと。で一応多分幽霊屋敷の鍵必要なんですよね、これ多分。ほらね、これは一番最初のあの研究室のとこで立証済みというか、一度経験してるからね、鍵が必要ということは分かってたの で一回回復しようか。あれ、ノルンも一回レベル上がったのかな。あ、そうね、100いきましたね。 OK、 まあ全力全開で、あ、でメモもねちゃんと用意しましたよと。まずスタート地点で、これ下行ったんで、まあ上行きましょうか。上行ってみて、でこれが、ああ、また二股に分かれてて、じゃあ上行ってみましょうか。でこの方の道みたいなやつね、道みたいなやつで、うわ、結構下行くね。下に結構行くやつと書きますと、下に、お、結構かなり行くね。何、ダストゴースト、あ、ダスト原人みたいな感じ、ちょっとわからないんで、でも全力全開で行った方がいいんで、ここはもう PK ビームベータ、これですよ、これができると。気配を殺しているバカめ、燃え上がった、ほう、なるほど、そういうことか。エミリが14、危ないねあいつな。お、覚えた。エミリが14ってことは、この雫のペンダント水を装備してるからってことなのかな。もしかして炎をちょっと和らいでくれたっていう可能性があるね。何覚えた。ヒーリングベータか。よし、ちょっと待ってね、チェックじゃねえよ、まあ、チェックなんだけど、ちゃんと回復しよう、ちゃんと回復してあげて、サイパワーあるから、そこは抜かりなくいこう。デカ袋があればね、よかったんだけどね。大丈夫、よし行こう、大丈夫よね大丈夫よね、心配になっちゃうから。長いな。いや、そういうのはね、言われちゃうと、あ、こう正解じゃん、そしたら。じゃあ大丈夫よ。結構下に行くやつって書いただけでメモが終わるって悲しくないそれ。結構本当に普通に用意したんですよね。下に結構行くやつって書きましたけど。どうなんだろう。死ぬぞ、クッククックとかさ、言われてもっていうね。いや、マジで結構下行くね、これ。え？あー、でもちゃんと分かれてる。ちょっと安心。メモした甲斐があると。暴力ゾンビ。これは暴力ゾンビですよね。で、ただガード上げないと、やばいってことが分かったんで、エミリー上げて、で、PK、ビームだと。よし、こっちの素早さがかなり上がった。ブレインショック、うわー、混乱しちゃったよ。大丈夫かな。あ、でも PK ビームベータがあるから、うおー、いいよ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 、いい、ナイスナイス。混乱ガード、いや、もう PK ビームよ、 PK ビーム、これ一択でいこう。よしよし混乱させといて笑ってやがる。おーし、いいよ、オッケーオッケー、本気ですから、もう本気でいきます。オッケーよ。ハンバーガーとか、あ、まあまあハンバーガーとかは結局
ボス戦だよね。50、60、60ぐらい回復できるから。よし、回復するんだよ我々は。いよいよ73、86、70。あ、まあ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  OK。 結構下に行くやつから行くとまた二股に分かれていると。よし、上行きましょう。え、あ、今度は平坦な感じ。平って書いておこうか。平って書いて、ここっていうところに来て、また二股。なるほど。で、上行くと、あー、でもこれそうすると下とつながってる可能性あるね。上行ってちょっと待ってね。上行くと、あ、もうここで行き止まりっていうか、行き止まりだけどなんかちょっとこんな感じで行けると。で、こう来ると、あ、ほら、やっぱりそうだ、これ下のやつ。なるほど、はい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 。とちょっと待ってね。こう一回ここ行って、なんか戻される形になってると。ちょいと待って、こうして、こうしといて、待ってね。で、こう戻ると、宝箱開いてると。なるほど。で、また戻るところがあると。で、そうすると、あ、これちょっとやりにくいな。二股に分かれてるとこに出ると、こっちはだから行ったとこなんだよね。で、行き止まりでしたよね、ここは。 OKOK、 大丈夫大丈夫。最悪今まで歩いてきたところを覚えていれば大丈夫だから、これはもうワンチャンというか。ちょこれで一ターンで終わらせ、あー、終わんねえか。 A の方が終わんねえな。あ、ノルン耐性あるな、これな。ノルン耐性あるわ、強えわ。うわー、ナイスノルン、いいよいいよ。甲冑じゃなきゃ大丈夫な感じか、これ。 OKOK。 で、こうすると、で、これがどんどん下、前回出た甲冑出た、こいつ。これはちょっと待ってね。これディフェンスアップよ、まずエミリーアップ、ノルン攻撃、もう全力でビームで行くっぺ。おお、まあまあだな。会心食らうとやばいんだよな、これ。半減してるんだよね、威力がな、これ。こうなったらもうさ、オフェンスアップで PK ビームでどうかってなりたいよね。よし、これで30、60、70ぐらいでしょ今。80、90か。よし、オッケー。オフェンスアップがなかなかですね。よしよしよし。そう、やっぱ地図作って正解ですね、これ。あの、戦闘に夢中になりすぎてどこにいるか分かんなくなる、マジで。よし。で、サイパワーストーン使おう。これさ、サイパワーストーンは、デカ袋と同じぐらいなのかな？力の石がなくなったみたいなことになるのかな？まあまあ、いいっすわ。で、下に戻ってたから、ここで、部屋変えた方がいいのか、これ。もう一回。ああ、チミドロゾンビ。まあ、一回全力でぶち
込んでみるっていうやつですね。おい、あ、96で倒せると。これちょっと裏にして一回、ちょっと待って、一回裏にしていいですか。メモ、スタートの部屋でまず会って、上行ったらまた2つあって、結構下に行くやつ、結構下に行くやつで部屋があって2つに分かれて塀になって、ちょっと待ってね、もうちょっとすいません、こうなってて、さらに2つに分かれて、うん、っていったらこうなってて、こうなって、いや、よくわかんねえな。でもこれどうしよう、どう書こうか、これで、ここ行くと、ちょっと待って、こうなっていくと、ここにあって、こう、ちょっと待ってね、やばい、ん、こう行くとこうなってて、こうなってたところを今帰ってきてる、ちょっと待て、でこうか、あ、そうかそうか、こうなってんのね、 OK、 ここを今上がるとまたこうなってて、ここにプレゼントがあって上にあると。いやー、ちょっと、あ、でもここ本命っぽいね、これ。これまた下行くやつだろ、多分。ん？あ、でもこれ1回で終わってるから大丈夫なのかな。これ石にされちゃうやつはやだよ。だからここも本気で、まあ、まあまあまあいいや、ビームで。テッシーは一撃で倒せるのよ。で、エミルの、うわ、危ねえ危ねえ危ねえ。エミルのベーターが入れば、よーし。ベーターがね、80、70、80のダメージがでかい。テレパス、ヒーリング、オフェンス、ディフェンスアップ、ベーター。これじゃない、スクルトじゃない、これ。スクルトだとしたらめちゃめちゃでかい。これでかなり有利に戦える。また部屋があって、またこれ2つに分かれてますと。で、こっち行くとまたなんか下に行くと、結構下に行くやつ、あれ？戻ってる？なんかループしてます？これ。いや、わからん。ちょっと待ってね。でもメッセージがちょっと出てくるかどうかなのよね。死ぬぞテッシー、ヒヒヒヒが出てくれれば逆にわかるんだけどね、ここで。ギャー、違う、ここ本命ですね。こう下かなり行く、ここギャールートね、ギャールート。もうね、迷路に必死でメッセージにビビんない。ギャーで、あ、ギャーでギャーでここ来て扉が1個、じゃあここ本命なんじゃないっていう。で、ここで一回ちゃんと回復しときなさいよ、あーたみたいな感じですか。そんな感じがしなくもないよね。 OK、 私のちょっと勘が言ってる、一回も当たったことのない勘が。サイパーストーンで 15? まあ73で、まあ完全ですよね、これ。ギャーのところから行くとこうなってると。でも道的には合ってるはずなんだよね。こう行くとまた2つになってる
ところに行く。でもここは初ルートですよ。ギャールートだから。よし、慣れてきた。ベータまで4回ね。慣れてきましたよ。甲冑2体が出てないのが幸いかな。まだマシなのかもしれないね。でここにあって、でもこれはこっち行った方がいい気がする。出たー、まあ、いっあ、じゃあ一回ディフェンスアップ、これベータ、おや全員、よし来た、全員アップだから、これはなかなかいいですよ。でどんぐらい上がるかよ。うわ、あでもこれはいいね。スカラスクルトだよね多分。これはかわすんじゃねえよてめえ、かわしてんじゃねえよ。あ、フリーズだ、これ間違えた、危ない危ない。よし、オッケー、いいよいいよ、十分十分アップだと。でまたこれ行くと2つ部屋なの上になってると、やべえなこれ。ほんでここ行くとループしてるなこれ。ギャールート、ギャールートがダメだと。ってことはここを戻るとギャーが多分ループになってるのか。ちょっと微妙なところではあるけれども、そんな感じはするよねこれ。あの宝箱が開けといてよかったね。逆に開けてなかったら分かんなかったよね。いやこれいいわみたいな感じで言ったら、それが取ってる取ってないやつなのか、新しく取ってないやつなのか分からないからね。間違えた。なんでこのね、テッシー誰にしますかがないんだよねこれ。だからちょっとんって押しちゃうっていう。で戻ると、あそうか、戻るとこれが平らルートなのかな、もしかして。そうするとこれこう来て、ここがギャールートだけど、結局ヒヒヒ死ぬぞ。あ、あれ、あ、そうだよね。ギャールート。ちょっとわかんなくなってきたな。いや、これ、わからんな。ちょ、待て待て。混乱させるな、混乱させるな。ディフェンスアップベーターじゃ。そこよね。PK ビーム、痛恨さえ出なければいけるのよね、これ。いや、エミリ狙いだな、これ。まずいな。エミリ2ターン目は、ビーム使わない方がいいな。防御した方がいいっすね。お、レベル上がりましたね。ナイスです。これはちょっと2ターン目は気をつけないと痛い目見るよ、エミリー。それは。ここなかなかだな。
だから一回戻って結構下に行くやつで死ぬ、ん？でも死ぬぞ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 がなかったっけ最初。結構下に行くやつ平ら、意外に簡単かもしれないのかな。まあ一個一個ちゃんと見ていきますせと。フィリーズサンダーベータ、あれなんだろう、ヒーリングガンマか。これでもし、あ、ちょちょちょ一新されてるじゃねえか。危ねえ危ねえ、気づかなかった、ずっと地図見てたわ。でもこれで多分ベーヒーリングガンマで、よしよしよし直せる、ナイス。これで両方一新にならない限り大丈夫ね。 OK、 いいよいいよ。で問題は迷路よ、この迷路。ただ今さ、ヒーリングガンマ覚えたってことはちょうどいいレベルだね、多分ね。石井されても大丈夫ですと。アラームゴースト、なんだこいつは。でもまあまあまあ、ビーム食らわしとけばとりあえず大丈夫だろうと。仲間呼んだ、そういうタイプ、あなたそういうタイプか。よし、まあゾンビ呼んだとてよ、このターンで終了じゃと。よし、オッケー。慣れてきたね。さっき言ったけど、甲冑じゃなきゃ、甲冑じゃなきゃ大丈夫。ってこと、一回戻ってみます。そうよね、ネズミちゃんだよね、結構下に行くやつだから。じゃあ最初結構死ぬぞヒヒヒルートなんだね。そしたら逆にここ行ってみる。こっち行ってスタート、これスタート地点で下行ってみるとまた2つに分かれてて、上、お、誰もいないよ、クックック。え、ここ行けばいいんじゃないの。ここが D ね、 D、 誰もいないよ、 D ポイント、 D ポイントで、なるほど、さすがに誰もいないと。甲冑ちゃん、甲冑ちゃんがいるよ、甲冑ちゃん。いや違う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 、ここでディフェンスアップをしといて、ノルン攻撃ガードしといた方がいいんでしょうけども、ダメージ入れとかないと厳しいと。うわー、やっぱエミリ狙いだわこいつ、やべえ、こいつはやべえわ。一発とりあえずぶち込んどいてあげると。で攻撃攻撃ガードよ。お、ガードするとテッシーにしてくんの。いやでもそれはそれでいいよね、1ダメージで済むなら。よーし、安全安全安全運転、ライフアップでちゃんとやっとくと。一旦回復するか。サイパワーストーン、これ無限なのかな。そうだとしたらでかいよこれは。いいもんもんじゃんジョンですよ。誰もいないよルートでしょここで。こっち誰もいないよが、ここはもう部屋何にもないと。で下行くとまたさらに2つになってると。で、こう二つになってて、もう地図むちゃくちゃになってますね、これ。こっち行くと、なんか、こうなって、こうなってると。
で、ここ戻ると、で、ここがどこなのかわからないっていうのがちょっとあれなんだよね。ここ行くと、こうなってると。で、ここ右ないよ。あるんだ。あるんかい。でもこれはちょっと確かめていい？あの十字架みたいのがあったんだよね、こっち。ほら、こことは違うんだよね。こことは違うから、あの暖炉ね、暖炉の十字架、十字架じゃねえか、サボテンか、サボテン、サボ、サボって書いておこう。サボと、これ炎があると。サボテンの下行ってみるか。サボテンの下に行くと上の方に出てくると。上の方に出てきて、またこっちに行ける。あ、でもこれは炎の上ね。炎の上だから、これとさっきの下は多分つながってると思う。ここ下行って、これ多分左ないよね。上行くとサボテンのとこだよね。あ、そうね、そうね。ってことはどっちでもいいんだけど、ここの炎のところの右、ここは行ってないから、あー、でどっかの上に、これ上に出てきたと。これがどこなのか、サボテンとこの机みたいのがあるというとこですか。これ下行って下行って、あ、そうか。だから部屋も覚えとかないとダメなんだね、これ多分。部屋の構造、構造っつうか模様、構造は一緒なんだよ。サボテン、サボテン、なんかサボ、あー、なるほど。いや、でも一つ一つ潰せていってるんで、まあ OK かな。甲冑も出てきてないしね。いやー、でもこれはいいね。これはいいよ、このダンジョン。これが本当のなんか RPG っていう感じはするよね。本当のって言っちゃあれかもわかんないけど。いや、でもサイパワーストーンなかったら無理ですね、ここは。くー、仲間呼ぶー。大丈夫、これ右にしか出ないから。だから次 D、 最高 D 呼んで終わりだからね。 E まで行くのかな。 OK よー。ど、ノルンちゃん、どんどん上がっていくね。いいね、いいね。 HP 近い。ここ行くと、あー、なるほど、これがスタート地点のところに繋がってると。ん？ちょっと待てよ。 OK ちょっと待ってそしたれば、戻んなくてもいいのか。一旦戻るって、あのドアまでね。あの今回分かったのは、部屋の構造までちょっとメモっとかないとやばいってことが分かったんで、多分さすがに部屋の構造じゃない、あの置物が一緒な部屋は多分ないと思うんですよ、さすがにね。それ一緒だったらもうって感じなんで、これネズミ、これネズミがいるから分かると。ちょ、もう一回作りますわ、次回。こっから頑張るわ。まあ、サイパワーストーンがあるから多分大丈夫。これなくならない限り大丈夫だからね。よし、これ大丈夫そうね。これは OK か。で、回復させて、次回は抜けられる。皆さんありがとうございます。本当にこれ、今回メモしながらちょっとぐだってましたけれども。本当にいつもね、見てくださってる方、こんな回もお付き合いいただきありがとうございます。もうね、あのニヤニヤしながら見ていただけると嬉しいです。うわー、こいつ迷ってるわーみたいな感じで。いや、本当に
いやこれ最後まで見ていただいた方に、これですよ、この地図もぐっちゃぐちゃですよ、ぐっちゃぐちゃ、これこんな感じになってます、わからなくなってるというね。部屋の模様ちゃんと描きます。テッシーでした。失礼します。